見てくれてありがとう。塚さんです。おはようございます。家なしバンライフは成立するのかと。真夏の3ヶ月をね、新潟県佐渡島で真夏の3ヶ月間のチャレンジをしています。2023年7月21日4時19分温度は 22.3 度、湿度は 86%。 はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。アジ様来てください。アジ様、今夕方の5時ですね。そしてダイソーメタルジグマイクロフラットですね。フラットフラット、いや真っ暗ですね。日が暮れちゃいました。アジさんが来てくれないんですよ。これからなのかな。ちょっと信じて9時までやってみますか。今7時です。7時 6分で日が暮れるんですよ。マイクロメタルジムフラットダイソゲーテオとすきました。海藻も一緒に釣れた。お、いいですね。20センチありますね。上げて落とすアジング、ダイソーメタルジグフラット、マイクロフラット。もう一回いきますか。もう一回入れます。入れ食いタイム来ましたね。20センチアジ、ダイソーメタルジグマイクロフラット。フラットすごいね。フラット上げて落とすアジング、
ました。上げて落とすアージング、20センチアージ、バラしちゃいました。ブルピン、メタルジグマイクロフラットブルピンですね。アジ釣れました。アジ、はい、じゃあ9時になりましたからね、ちょうど夕間詰めが終わってもう夜中のタイミングになりましたからね、ちょっとやめて今日はこの辺にしておきましょう。はい、結局ねマイクロメタルジグフラットはシルバーが一番釣れましたね。ミドキンあんま釣れなかった。ブルピンは普通になんかコンスタントに釣れたり釣れなかったりみたいな、そんな感じでした。はい、アジ食べます、焼きます。あと海洋深層水の塩、深層水すごいよね、深層ですよ。今日は暑かったからな、塩をちょっと多めに振りました。おー、美味しいね。ご飯も食べる。炊きたてのご飯美味しいよね。またね、別の種類を買いました。新潟、佐渡のお米。キャベツ茶漬け、ごちそうさまでした。いや、アニサキスにやられた胃袋もね、だいぶ通常運転ですね。全然痛くないです。健康になりました。普通になりましたね。いやー、よかったですよ、ほんと。
そしてね、今日めちゃくちゃ暑かったね。今日からやっぱ晴れて夏ですね。梅雨明け、夏が始まります。今日の昼間33度とかでさ、いや、暑かったな。今日一日中車の中で過ごしましたけどさ、いや、暑かった。干からびるんじゃないのかなと思って、水いっぱい飲んでた。たくさん水飲んでた。で、お魚もね、いや、悪いことは言わないからさ、梅雨は車中泊やめた方がいいよ。あと、夏もね、あまりにも暑いと、ちょっとやめた方がいいかも。普通に過ごした方がいいですよ。真夏の車中泊とか、本当に焼け死んじゃいます。蒸し焼けになっちゃいますからね。でもね、今日の夜とかは、22度とか21度になるんですよ。寒いんですよ。日中35度とかになるんですよ。暑い暑い。でも夜は寒いの。夜は長袖長ズボン着て寝ないと寒くて震えて起きちゃう。さすが北国。新潟には佐渡島があります。佐渡島ですね。ほんと。で、なんか、アジがさ、アジングのメタルジグアジングが結構ね、面白い。本当に、振ってるだけでアジがかかっちゃう、釣れちゃう。ポテンシャルがすごいですね、アジいっぱいいますね。でもね、一日中いっぱいいるわけじゃないんですよ。今日なんかね、7時まで何にも釣れないの。クサフグしか釣れないの。7時超えて暗くなってからアジがブワーって来て、9時ぐらいまで2時間、アジがポコ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 釣れて、それで、まだやれば釣れると思いますよ。今9時半ぐらいで。片付けて30分だからね。やれば釣れると思いますよ。夜中。3時間か4時間は釣れるんじゃないですか。でも、ポン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 釣れるのはやっぱ、8時、9時ぐらいまでですよね。2時間。その2時間でアジがブワーってきて、そのアジを食べに、シバスか、青物かがブワーってくるんですよ。だからどっちにしろその2時間なんですよ。2時間、3時間かな。アジを釣るのも3時間だし、青物とかシーバスとか釣るのも3時間だし。他の人、釣り人何人かいるんだけど、その人たちも、夕まずめまで、ていうか暗くなるまでで帰っちゃうんですよ。この辺の人たちは。真夜中になると、もう、片付けて帰っちゃう。だから今日なんかはみんな、誰も釣れない。釣れなかった。釣ってる人いなかった。で、僕だけライト照らして、僕だけライトつけて、真夜中の装備で、こう、ライトつけてね、やって、で、7時過ぎに、誰もいない港で、アジをぴょんぴょん、ひょいひょい釣ってました。もうちょっとね、みんなもね、暗くなっても1時間、2時間続ければ、必ずアジが来ると思うんでね。もうちょっとやった方がいい。とは思いますよ。暗くなるまでっていう、
なんか決め事みたいなのがあるんだったらまあしょうがないんですけど、暗くなっても日が落ちても、日落ちてから1時間2時間は必ず釣れますから、やった方がいいですよ。しかもなんか、振ってるだけですよ。上げて下ろして。上げて落とす、上げて落とす。ずーっと。棒振りですよ。竿振りですよ。で、ぴょん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 釣れるんだから。あれ、面白いったらないんだね。佐渡島に来て、ほんとなんか、やっとですよ。7月20日。アジンが面白いなって思ったの。それまでね、梅雨で雨もすごかったからね。梅雨の時のね、釣りは渋かったなぁ、ほんと。梅雨の釣りはやらない方がいいですよ。雨だし。渋いし。やっとですよ、夏になって。夏になって。梅雨が明けて。やっと面白くなってきましたよ。アジンが、今日すげえ面白かった。振ってるだけでアジがピョン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 釣れますからね。おもろいなぁと思って。2時間楽しんでた。また明日も釣りしたいなぁ。アジをこうピョンピョン釣りたいなぁ、明日も。でもね、アジを泳がせて、でもね、なんかね、そのアジを食べにね、シーバスのでっかいのが、ジャボス、ジャボスって、なんか、跳ねてた。アジ追いかけてた。ブワシャン、ブワシャン。わあ、なんか、って思って、10センチミノーとかをね、結構投げてたんだけど、ダメだった。釣れなかった。何か知らないここはね、いますよ。巨大魚が。シーバスだと思うんだけどな。青物は夜中バシャンバシャンしないよね。シーバスの超でかいの。シーバスのでかいのが、3匹ぐらいいますよ。バシャン、バシャン、バシャンって言ってた。オギギョコ、すげそんな感じですね。これから夏ですね。皆さんもね、熱中症に気をつけてください。健康に過ごしてください。僕も。気をつけますんでね。じゃあおやすみなさい。またね。また明日も明後日もなんか、アジ釣りが結構面白いんだよね。アジ釣りしちゃおっかな。で、なんか、バシャーンってライズがあったら、シーバスのミノを投げようかなと思ってます。そんな感じですね。またね。バイバイ、また明日。